これナンバーワン。お父さん腹減りました？腹減りましたか？お父さん なんかあるの？お父さん、今日はラーメンでいいですか？はい、ラーメンでいいです。今日は何ラーメンですか？今日はスンちゃんラーメンです。ベースは何ですか？ベースは秘密です。秘密。食べてください。もう分かってないベースは。そうか。ベースっていうのは豚骨とか味噌とか醤油とか塩とかっていう、それをベースにして辛くないどん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 こうしていくのね。ベースは何ですかって聞いたの。ベースは辛ラーメンです。分かってないから。오늘은아버님에게야식을보여드리려고합니다한국의야식을お昼ですけど아버지가저녁을못드세요야식을今日は夜食べないから。このメニューは私が前からお父さんに見せてあげたんですよ。見せてあげたんで、ちょっと戻りましょう。逆に戻る。ちょっと待ってください。あのね、足長い短いじゃない。ああ。いやこっち見てよ。こうおかしいでしょ。できれば下げろかくん。ああ。男らしい機械だ。女性はこうだからね。女性ローピッチも。なんでなんでですか女性は。いやわかんない。いやわかんない。それはわかんない。ここに下を。ああ。こうやって。うん。でただこれ。そうかっこいいね。いいね。そう。それが日本のマイタクにして。ほっこり出るかよ。これ普通、あ、すみません。普通中は何も着ないんですか？いやまずいでしょ。プラリンじゃまずいでしょ、あなた。それ横から見えるし。ちゃんとこれはたまにです。もう一回教育し直します。大丈夫。そうするわけ違うんだな。うん、細くねじってこれ。え、これもめっちゃ細くねじって、うん、でもお父さん意外と黒くしてくれる。確かに。こうやってでここでやって。ああ、本物っぽい。うん、こっちカッと上げて。似合う。似合う。お父さん、あの祭りの、うん、そうそう。おお、ロハンね。じゃあ髪揃おうか。後ろちょっと上げる。でも、あ、下げる。形があるかな。こんな感じ。え、一応どうぞ。頭の目があんまり。そいやそいやって夏まで見越し担ぐ。そいや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 。そうやってね、やってとこあるよ、ラーメン屋。え、あるよ。こういう感じでお父さん、ラーメン作ってもいいんですか？はい、お願いします。そいやそいやラーメン、そいや陣内、そいやそいやそいやラーメン、そいやそいやそいや。やめてちょ。お父様、真剣に。確かに。おい、あと2分しかないぞ。いや、ラーメン作るのは3分だからね。インスタントじゃん。お父様、ラーメンを作ってもらってもらってもいいんですか？はい、お願いします。作ってもらってもいい。間違った。はい、持ったんだ、OK。 はい。そいや、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 早く。お母さんがやるよ。そいや、まずそいや。することないそいや。インスタントだから。いや、まあ、いや、疲れてるね。そいや、そいや。大丈夫？なんで、何があったの？
파김치어우리엄마가만들었어요그거이거라면도一緒に食べたら美味しい와하이와와ごちそうさまでした全然イメージと違ってたなどういうイメージだったのそういやそういや焼酎焼酎ですけどはいまあ早い早い早いやサメ伸びちゃうだろうねちょっとだけ、ね、うん、そうねはい、いいんじゃないいただきますシャルマッケスも煮たおーそれからうんあー、おいしいおーえすごい美味しい酒本当うん、本当にじゃお疲れ様でーす、ちょっと食べてからにしてはい、うん、あ、そういただきまーすああどう普通かなちょっとね想像したのとは違うのよはい、うんうん、めっちゃ辛くはないあ辛くないこの辛さはちょうどいいんですかいいね最高辛さ的にはパキンチとそうそうそうおおうまいうまいうまいそうそうそうそれだけうんどうですか、うん、まあこの70歳以上の確かに強敵お父さんを満足できるのはやっぱ私が足りないんですねうんすいませんでしたお父さんあの唐揚げ嫌いじゃないよおいしいおいしいうん、このソジュとこのラーメン、うん、このパワーもう絶対似合うんですよお父さんこれだったらこれだけでももう全然十分、うん、あつまみでうんつまみでうちのお母さんのパキンチはどうですか、うん、味はこれ美味しいすごく好き美味しい、うん、私も好きお母さんうん本当に感謝やんさんあちょっともうちょっとこうもうこの味になっちゃうすいません。じゃあそれじゃ食べないよ。失敗した人が食べるチャリ違う資格はありません。今日から練習だ。無理。そういやそういや。でも本当パパはねポンコツ系が好きだからね。もういいです。客観的にどうですか。美味しいよ。10点満点中。じゃあそれやめて。10点満点中だったら8点。すごい。ポンコツ系でしょ。いや本当。パパ。パッパンってさ、美味しくなかったら逆に食べないもん。おー。うん、ね。うん、食べない。じゃあ、これから本番どんなことあるじゃないですか。あるある。え？あ、びっくりした。何やってるんですか生ゴミ？うん、やめてよ、そういうの。美味しいのよ、レタス入れてね。ただ、野菜不足だから。正直に言っていいかな、はいはい、もうちょっとね、麺はね、硬い方がいいああ出るまでは時間があったら伸びてるね話長かった、ね、長かったかめっちゃ言ってますね頑張ってここまで来たのに私のすんちゃんやどうなん、こうやって言っていいのかなそれとも今カットするの全然いや、お父さん素直で言ってくださいこれが人気だから全部美味しいとかじゃなくて豚骨が好きとかさ、うんお母さん、美味しいです。美味しいです。この焼酎はさ、うん、緑のいっぱい飲んだことあるじゃないですか。あるある。本当どうですか。これナンバーワン。本当そう思う。昨日のよりも？うん。昨日のはね、美味しいけどこっちはね、ちょっと甘みあって、また美味しさがちょっと、うん、飲んでみるとは、あ、そうしたら飲めないですか。本当どう？うん、甘いよ。飲みやすいともこっちの方が。じゃあまず今日お父さんのラーメンいっぱいでしたもうレトスともチキン入れてますねもういやいやじゃあまずあのお父さんの店主は8点でしたはい何を入れたのラーメンとキムチもやしそれだけ
いや、それがシンプルでいいのよ。もういろいろ入れた。すごいシンプルだと思う。夜食メニューなのよ。なるほど。焼酎飲んだ後に締めで食べる。そうそうそう。うん、あの時、かすみ食べたの12時ぐらいだった。そうそう。あ、そうな、うん、まず、私の足りなさで、100パー満足をさせてなく。いやいや、もう 10点中6点かな。すんちゃんラーメン屋閉店閉店閉店です。今日も最後まで見ていただいて、はい、ありがとうございました。次の動画で会いましょう。これ好き、そんなのこと。お腹いっぱいなっちゃった。麺だけでもうちょっとかぶる。最高。6.5 ぐらい。どこ？味的には美味しいよ。それじゃ、それじゃもう普通の魚屋さんなんだよ。おでこがすごいじゃない。逆。それは、あ、逆。むすぶって乗っけるって感じ。そう。そうだよ。簡単なやるとね。簡単なのこれ。